的には1対0になりました。いかがでした？そうですね、本当にガンバ今日よく戦ったと思います、はい、特にバックラインもそうですし、キャプテンの磯貝がですね、最後の最後まで走り抜いたということ、ええ、何かやっぱり彼自身も、吹っ切れたものがあるんじゃないかな、まあ、こういうとあれですけれども、これまで磯貝どうしてもこうディフェンスはあまりやらないというような言われ方もしましたかね。そうですね、ほな全部に言えることなんですけどね、苦しくなった時にね、どれだけ頑張れるか、本来持ってるその選手の持ってる実力だと思うんですよね。という意味では今日はどうでしょうか、ガンバは現在の持ってる力をですね、はい、十二分にこれファンの前に堪能させたと。そうですね、そういうゲームだと、はい、やるでしょうね。そうです、逆にねやればできるんだというような結果だと思うんですけどね。まあ、これまで連敗連敗7連敗で苦しみ抜いた選手、そしてサポーター、今日は久々に、歓喜の雄たけびというんでしょうかね、はい、オーバーにいますと、はい、そういう心境だろうと思います。ただレギュラーでですね、山口にしても近藤にしても退場してますんでね、その辺がちょっと心配ですよね。さあ他の競技場の結果が入って、今ミキは世界のメガネを安くします。メガネのミキ。プラチナは信じる気持ちでできている。プラチナポージーセンタープラザ赤い靴神戸。Jリーグのセカンドステージ第13節を迎えました。大阪吹田市の万博記念競技場です。ガンバ大阪、そして名古屋グランパス8の一戦がまもなくキックオフとなります。見事に整備をされました鮮やかな芝が照明塔に高校と浮かび上がっております。現在2勝10敗と12位にいるガンバ、そして5勝7敗9位に位置する名古屋グランパス8、おなじみのパナソニックブルーのユニフォームに身を固めましたガンバ大阪、一方は真っ赤なユニフォームはグランパス8です。今日の一戦は兵庫県サッカー協会理事、元日本代表プレーヤー細谷一郎さんの解説、ゲストはサッカーを中心にスポーツライターでおなじみの香川博さんを迎えまして、実況谷口秀明でお送りをしてまいります。細谷さん、香川さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしく。さあ、それではまずゲーム開始前に両チームのスタートのメンバーから簡単にご紹介しておきましょう。ガンバ大阪です。ゴールキーパーがもちろん本並です。ディフェンダーズレイバが先日のエキシビションマッチで肉離れを起こしました。今日は野下が入っております。橋本、野下、唐島の3バックです。ミッドフィールダーがフラビオに松田、そしてアレイニコフ、木山が起用されています。10番はキャプテンの磯貝です。2トップのフォワードは山口プロタソクです。一方の名古屋グランパス8のスタートのメンバーです。今日はゴールキーパーがリド・ハーフナーです。ディフェンダー4バック、サイドバックは小杉、そして飯島です。藤川、5番がガルサです。ミッドフィルダー中西、ジョルニーニョ、そして平野、ストイコビッチにも一つ注目をいただきましょう。新しい外国人選手、2トップのフォワード森山と小倉、小倉が久しぶりに4試合ぶりでしょうか、今日はトップの位置に位置します。さあ、まもなくキックオフとなりますが、細谷さん、はい、ガンバにとりましては、名古屋グランパス8といいますと、この J リーグがスタートをしてからリーグ戦に関しては7戦全勝と非常に相性いいですね。いいですね。ガンバのフォワードが、グランパスのディフェンスをですね、完璧に破ってますんでね、今まではですね、だから今日もそういう場面が出てくればね、得点シーンになると思いますけどね。そうですね。左エンドを取りましたガンバ大阪、右から左に攻めていきます。赤いユニフォーム名古屋グランパス8のキックオフで、前半の45分が今スタートを切りました。さあ、両チームにとっても負けられない今日の一戦なんですが、どんなゲームになるんでしょうか。ちょうど1ヶ月ほどアジア大会の関係で J リーグの方も中休みがあったんですが、久しぶりに今日再開というような形になりました。13節を迎えております。実質的には12節ですでに後半戦に入っておりますが、香川さん、
まあ、気分としては今日から後半戦というような感じでしょうね。そうですね、少し休めましたしね、それから自分たちのプレーを見直す時間もありましたから、はい、芝生もいいし、気候も申し分ないということだと思いますね。今サッカー観戦にとっても一番いい時候かも分かりません。特に今年の夏の酷暑なんですが、この万博記念競技場非常に素晴らしい状態に芝の方もピッチ仕上がっております。エクセレントといったような状態で今日はゲームがスタートを切りました。さあこれが注目の10番をつけましたストイコビッチ、やはりテクニックを見せます。小杉が左サイドから上がっていって端戻します。サイドの小杉が縦へつないでいこうというところです。グランパスがガンバ陣内に入っていったところでタッチを割りました。この1ヶ月の間にやはりホッサインさん、両チームとも立て直す時間が今香川さんおっしゃったように十分あったでしょうかね。そうですね、やはり前半戦の悪いところとかですね、そういうのを見直して、やはり練習積んできていると思うんですよね。特にガンバはやっぱり決定力不足ということをやはりここで、きっちり積んできたと思います。逆に、グランパスの方はディフェンス力ですよね。そうですね、それをやっぱりかなりやってきてると思いますよね。木山がゴール前に大きなクロスボールを上げましたが繋がっていきません。プロタソフヘディングで競り合います。まずガンバとしてはいい形で早い段階で先制点が欲しいところなんですが、中盤から野下縦へ行きました。そして山口がまた一旦戻します。10番のストイコビッチ、旧ユーゴスラビアの代表です。このセカンドステージから名古屋グランパス8に加入をいたしました。この選手がさあどこまでこのグランパスに浸透しているかというところもこの後半戦のグランパスとしては一つの見どころかも分かりません。ストイコビッチがボールを触っています。そして小杉がまた左サイドからずっと上がっていこうというところ、それをパス小倉には通るか、ここでラインを割りました。さて今日は両チームの方にリポーターがついてくれておりますが、まずガンバ大阪の方は竹島真理子さんがついてくれております。竹島さん、はい、ガンバサイドです。ガンバの表情はいかがでしょうか。はい、試合前の選手の表情なんですが大変明るかったです。キャプテンの磯貝選手が一番最初にアップを始めてみんなを引っ張っていました。このガンバ大阪なんですが10月10日から12日までミニキャンプを張っていたんですが、磯貝選手はその間に選手の声を全て聞くことができて大変まとまったと話していました。で、鎌本監督もこのミニキャンプでみんながいいものを掴んだので今日の試合が楽しみだとおっしゃっていました。そうですか。サポーターも1ヶ月ぶりのニコシリーズに本当に盛り上がっています。ニコシリーズ後半いいスタートを切ってほしいですね。はい、以上ガンバサイドでした。今一つきっかけを掴みましたがガンバ大阪の方得点には至っておりません。そして名古屋グランパス8の方には山口不二雄さんがついています。山口さん、はい、グランパスサイドなんですが両チームともに少なからず問題のあるチームだからねというウィルン監督のこういう発言がありました。はい、でも今日はとにかくゲームの開始とともに積極的にいきたいと。そしてフォワードの小倉なんですがコンディションは問題ないし特に彼はメンタリティの面でいいものを持っているなというふうなことを言ってましたね。そしてディフェンダーにガルサを入れているんですがこれはオーストラリアの合宿でかなり調子が良かったからということなんですね。